おはようございます。高前です。非常に気持ちいい天気ですね。まだ夏の陽気が楽しめそうな雰囲気です。今回ですね、バイブ最低調企画のシリーズで前に楽しむことを書きました。これはですね、実家の周りの、楽しむこと、今ちょっと移動がちょっと多くなって、もう1ページですね、楽しむことのページをですね増やしたいなと思っています。今日ですね、ラベンダーをちょっと、一輪挿しみたいなもので挿してですね、テーブルに置いています。非常によく見ると可愛いですよね。愛らしいって言うんでしょうかね。こうして光が入るとガラス瓶も非常に美しいですよね。ありがたい光です。今回ですね、バイブルサイズ手帳、こちらとですね、一緒にゆっくりとした時間を味わいたいと思います。ペンはルイ・ヴィトンですね。本当に重量バランス、心地よい重さがこう手に伝わるというのが非常に気に入っています。そしてペン先までの形状、そしてこの品質ですね、美しいですね。前回結構前になりますけども、パンチ佐藤さんの、話の中で、来週こういう楽しいことがあるんだということを語られて、で私もそういうように、楽しいことを考えたいなということで書き留めてましたが、その間ですね、ちょっと東京の出張が入ってしまって、これは実家でいる時の楽しむこと、例えば火曜日でしたらガーデンランチテラス席とか、日曜日ナイターテニスとか、これちょっと書き込む予定でしたが、ちょっとそのままバタバタしてしまいましたね。こちらは実家で楽しむ予定になってますが、もう一枚ちょっと用意してですね、関東でのワンウィークを書きたいと思います。で、この先の楽しみっていうのを書いてるんですが、まずは母親と焼肉を食べに行く、ビールの楽しみ方、泡の楽しみ方、ソロキャンプ、トウモロコシ、ベーコン、アスパラ、ポロポーチと一緒に旅、折りたたみ用の椅子、川でゆっくり楽しむ、古民家カフェ、カレー1週間に1回。そしてこの辺はちょっとこの前、動画でアップした稲のカフェザ・ガーデン、こっちのもここに書いてますけども、その中で達成したものをチェック入れています。で、この稲のカフェザ・ガーデン
はこちらに書き写そうかなと思っています。こちらもですね、まあ一週間に一度というよりも、やはり2ウィークに1回というスパンでいきたいなと思いますね。そしてテニス入ってきますけども、これもですね、これは1ウィークに2回とか、あとは新しいカフェ探し、この辺も楽しみしています。そして、まあ、いくつか、もちろん引き続き、ボロと書いているとですね、非常に何か先の楽しみが増えますよね。で、主に土日、ほとんどの方は土日に、休みが多いかと思いますね。忙がずに、入れていきたいなと思いますね。まあ、今のところ土曜日に新しいカフェ、まあ毎週とかできるだけ行ってみたいなと思いますね。で、木曜日ぐらいにポロと一緒にお出かけようと。テニスがほとんど入ってますね。そして、何か新鮮なもの、吸収したいので、週の初め月曜日、
京ですね、まあ、九州の日ということでもいいかもしれませんね。早速それをちょっとやってみましょうか。九州皆様、服とか、私はまあ最近仕事の時はですね、この制服化っていうものを意識しています。なので毎回ですね、仕事の時は、マッキンネイビーですね、ネイビー、または、黒、ブラックを愛用して、シャツは白シャツ、そしてパンツは、白ですね、ホワイト、安価です。前にも紹介した通り、2980円ぐらいでこれを数本買いました。で最近またちょっと、汚れが目立ってきましたので、また同じものを購入する予定です。仕事の時はもう本当ここそうですね、1年弱ぐらい同じ服で仕事をしています。あとまあラフな時ですね、その時はできるだけ、上は黒と真っ白のコーデ、まあ、モノトーンですね、この辺はちょっとモノがまだ決められてませんが、まあ、色合いだけこのようにしています。で、今その制服化について、いろいろまあ調べてみると、この選び抜く、自分で選び抜いたとても気に入っている服、これが非常に私の心に刺さりましたね。まあ普通の言葉ですけども、まあ、ペンもそうですけども、やはりこの選び抜くというのは非常に大事かなと思いますね。本当に、その服を着ていれば落ち着いたり、何かこうテンションが上がったり、まあ、常に選び抜いたものは一番ですよね。よくまあミニマリストさんも言ってますけど、常に一番を、身につけるっていうのをいう意味で、服は同じものを着るという理論ですよね。そういう考え方が非常に面白いですね。
まあ、このように、何か吸収するものを、それはまあ同じ言葉でもいいかと思うんですね。でその時その時でまた感じ方が違いますので、こういったものを書き留めるっていうのも心地いいかなと思います。今回はですね、楽しむことっていうのと、ちょっとまあ吸収というものをちょっとついでにお届けしました。非常に朝の光の中書くっていうのは非常に気持ちがいいですね。はい、いかがでしょうか。ああやってゆっくりですね、項目を埋めていくっていう楽しみもありますし、また吸収っていう言葉もですね、皆さんのキーワードになるかなと思います。吸収、非常に、まあ、自分にとっては心地よい、キーワードになってますので、皆さんもぜひいろんなものを吸収するっていうのが非常に心地いいです。脳にも多分いいかなと思いますね。皆さんもぜひやってみてください。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次の動画でお会いしましょう。